赤湯駅は山形県南陽市、郡山及び若狭小屋にある東日本旅客鉄道、山形鉄道の駅である。南陽市の中心駅である。JR 東日本の大宇本線と当駅を起点とする山形鉄道フラワー長井線が乗り入れ、接続駅となっている。当駅は大宇本線上を走るミニ新幹線である山形新幹線の停車駅となっている。 一方、大宇本線の在来線としての愛称として、山形線が設定されている。新幹線ホーム端式、島式混合3面5線のうち、東口から数え2つ目のホームの駅舎より片方の線路が剥がされてできた3面4線の地上駅である。東口に近い1番線から3番線を JR 東日本が使用し、4番線を山形鉄道が使用している。 山形鉄道フラワー長井線が JR 長井線であった頃は、大宇本線と線路が接続されていたが、後に大宇本線が山形新幹線運転に伴い標準機へ改め機されたことなどから、現在は JR と山形鉄道の線路は当駅構内では接続していない。駅舎は東西に設置されており、東口を JR 東日本、西口を 山形鉄道が管理している。山形新幹線開業に合わせて作られた駅舎は、通称産業省グッドデザイン賞などを受賞している。鈴木エドワードによる設計で、パラグライダーを模した衣装となっている。鉄骨平屋建てで、建物外の柱で、アーチ形状の屋根を支えており、建物内部には柱が全くない構造となっている。米沢駅が管理し、 JR 東日本東北総合サービスが受託する業務委託駅。直営駅時代は管理駅で中川駅を管理下に置いていた。駅舎には緑の窓口、JR 自動券売機、指定席券売機、新幹線 E チケットサービス用簡易追加改札機、山形鉄道自動券売機、待合所、キオスクがある。また、ホームにはエレベーターが設置されている。 駅レンタカー設置駅。かつては国内旅行を取り扱うビュー旅センターが窓口内に設置されていた。西口ログハウス風の小柄な駅舎を有する。社員配置駅。山形鉄道出発窓口 JR 乗車証明書発行機待合室を設置。窓口営業時間内に限り JR 列車到着時に改札を行う。山形鉄道の列車は到着時に 車内生産となり、JR 線へ乗り継ぐ場合は運転士から生産証明書を受け取り、乗り継ぎ列車の車内、または下車駅にて生産する。近年の推移は以下の通りである。主な駅弁は下記の通り。東口の駅前も西口の駅前も整備されているが、東口が賑やかなのに対し西口は少し、換算としている。赤湯の駅は、 古くからの名東赤湯温泉への入り口駅としての、機能も有しており、観光地らしい風情も漂っている。なお、当駅は、市の中心市街地の一つである、赤湯温泉街からは大きく、西に外れている。JR 東日本山形鉄道。ありがとうございます。